みなさんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もスタディオパレーの時間やってまいりました。これね、切り倒しておくとね、次の新しいのが入ってくるって知らなかったからな、ずっと残しちゃってたんだよね。あ、これ壊せないんだ。あ、そんな木もあるんだね。あ、なんかちょっと違った感じだったね、見た目が。あとは軽くサラサラっと見て帰ろうかな。スライム、あ、ニョロニョロだ。スライムが湧くポイントとかもあるけど、そこもちょっと見ていくのもありなのかな。あとは特に何もないかな。引っかからないように帰らないと。採取品は特になしか。いっぱいあるとね、拾って帰れるからありがたいんだけど、特になし。ないね、全然ない。11時か、まだいけるかな。夏ってなんか珍しいもの落ちてないかな。特になしか。秋ぐらいとかだとなんか変わった葉っぱみたいなのがあったんだけど、あ、キノコだ。キノコぐらいかな。よいしょっと。さあスライム倒して、あ、そうだ、硬い木ちょっとは ここで取っとこっか。そうそう、家をアップグレードするときに硬い木が必要なの。150本ね。開いた。ちょっと待って、さっと倒して硬い木ね、まあ、上の段ぐらいのところだけちょっと軽く取って、あとは家帰ろっか。あ、これこれ欲しかったの。これここでしか手に入らないんだよね、この変わったもの。1個取れたからまあまあ、来てよかったかな。去年もね、ほんのちょっとだけ手に入ったんだけど、いやーよかった。さあ帰ろう。12時と、あまり遅い時間になっちゃうとね、また力尽きて1000円徴収されちゃうし、まあ、できればなるべくね、ベッドで力尽きたいところなのよね。あとは家の方でね、キノコもできてるはずだから、ちょっとキノコも回収しつつ、ちょっとここだけ切っとこう。さあ12時半と、時間があまりなくなってきたけど、まあまだ間に合う時間帯か。ひとまずちょっとだけ硬い木も切れたし、あとはキノコ取ってとかかな。あ、そうだ、ここら辺も整理しないと。一応まだ明日でも間に合うから、明日整理とかかな。よし、 OK。 あ、ビールもできてるね。早い、1時だ。ここら辺木結構植えちゃってるから引っかかるな。さあひとまず回収して、で次の、あ、持ち物いっぱいか。なんか食べよっか。何がいい？パンとかにする？うん、パンね。これ食べてと。よし、あんずだけいただき。あ、あんずだけ食べません。ちょっと待ってね、間違えちゃった。でビールとかが、あ、結構できてる、いろいろ。ちょっといらないところをね、順番にしまっていこう。怒りはいらない。うん、あといらないのは、いつも通りのここら辺をしまって、そうね、アップグレードするために木材とか石とかを持ってきてたけど、実際そんなに必要じゃなかったもんね。で時間間に合うかな。エールをねちょっと作りたいんだけど、あのホップの方でね、うん、8個ぐらい持っとこう。あー、なんか力尽きそう。まあ1000円ぐらいだったら力尽きてもあれかな。なんか前結構破格な金額取られたような気がしたんだけど、変わったよね。よし、あ、力尽きちゃうなこれまあいい、これで今日は終わりと。うん、さて、今日の収穫品、あ、そうだ、今日結構トリュフ売ったからお金になったか。7個も売ったんだね、8000円と。これだけでも相当なお金。さあ1万5000円入りました。いや、1000円ぐらいで力尽きるんだったらね、もうどんどん仕事した方がいいかもって感じにね、最近なっております。さて今日の日課の天気を、明日雨かな。雨がいい。晴れか、夏だもんね。占い、全力で、あ、幸福を振りまこうって言ってるんだ、ありがたいね。自然と暮らそう。今日紹介する動物は豚だよ。この辺では高級トリュフを探すように豚を訓練してるんだ。豚を、放牧したら、あとは辛抱強く待とう。時が来れば彼らはその素晴らしい才能を見せてくれる。取れたトリュフをトリュフオイルにすると、あ、取れたトリュフをオイルにするといい、価値が上がるよと。あ、そうなんだね。
じゃあぜひともトリュフオイルにした方がいいんだ。でこちらね、ナス、うん、一応買ったけどしまっておこう。あとはまあ特にここに入れるものとかもないかな。あ、チーズ。あーでも料理って今キノコ炒めが作れる。作ったもんね、キノコ炒め。あ、刺身、ライナスへの刺身4つ。あとは今はまあ作れないか、うん、そうそう、ライナスへのね大好きなあのお刺身の追加なくなっちゃってたから作りたかったの。そうそう、忘れてました。でまあ今日はもうちょっと音質拡張に向けてもいいかなってとこだけど、ひとまず先にアイテム整理で、そうだね、あれこれマーニーだ、ジョジャ社からかと思った。親愛なるご近所さんへ、あなた動物の世話をしてない時はキッチンでちょっとした実験をするのが好きなの。あ、私か、マーニーがってことか。せっかくお友達になれたんだから、その成果をあなたにお裾分けしようかなと思って。どうかお気に召しますように、マーニーより。ルバーブパイか、これありがたい。で昨日力尽きちゃったからジョジャ社からね請求が来てると。うん、ね、金の方をさらに延べ棒にしちゃいます。でダイヤが複製できたと、これはありがたい。で、うん、スプリンクラーもね3つぐらいかな、うん、4つにしとこうかな。まあこれぐらいあればいいか。金の延べ棒は必要なかったね。クリスタルとイリジウムだったね。うん、でクリスタルも10個だったっけ。あ、なんか変なの持っちゃった。1回入れて10個、うん、これでよしと。で金の延べ棒も今一応3つか延べてるからこれでいいか。あといらないものしまっといて、ダイヤもこれでよくって、アメジストがだいぶ在庫減ってきたから別のものだな。トパーズかな、喜ぶかな女性陣。6個、うん、これで行ってみよう。あ、そうだ、マヨネーズチーズがいらないからそこら辺だけ売っちゃおう。マヨネーズチーズ、うん、これぐらいかな一旦。よし、 OK。 でトリュフはちゃんとトリュフオイルにして売った方がいいみたいだからちょっと覚えておこう。でトリュフでしょ。あといらないところね、硬い木いらなかったかな。まあ一応持ってくか。なんか足りなくて戻ってくるのがやっぱね大変だから。これいらないでしょ。あとはスライムから手に入れたスライム、このゼリーちゃんか、入れて、あ、サンゴもいらないな。一応サンゴもしまっとこうと。あとまあ一旦これぐらいで、スイートピーとかがいらないからスイートピーと、あとこの雑草ね、これ隣のボックスにしまっとこう、うん、こちら行きと。うん、でスイートピーね、よし一旦これで、あとは仕事の道具を持ってと。こっちかな、よし OK。 ひとまずこれでね今日の作業始めましょう。7時か、ちょっと動物たちがな、なんかちゃんと負けてない。あ、向き変なところ巻いちゃってたんだ。ちょっと行動力がもったいない感じになっていたけど、ひとまず今日の仕事も始めましょう。まあちゃんとね毎日毎日水をあげてと。うん、まあでもほんと春に比べるとだいぶねあの計算できて水もね負けているのでだいぶ楽にはなったよね、ここら辺ね。うん、どんどん水撒いてと。よし、さて、あとはもうちょっと、あと3箇所ぐらいか、ここら辺とこれで、うん、ほとんど水まかなくていいか、やっぱ楽だわ。よいしょっと、 OK。 でひとまず水やり終わりだけど、いつも忘れちゃう、猫ちゃんへのお水あげ。よし OK、 ひとまず猫ちゃんにもあげて、あ、まだ必要だ、温室に、そうだ温室に持っていかないと。でビーツをちょっと育てるから、
キツネ何個がいいかな、12個ぐらいでいいかな。あーコーヒー豆も6個ぐらい持っとこうか。一応これでいってみよう、温室に。あここ消えてたね、ちゃんとつけておこう。でキノコじゃない、いつもなんか流れるようにキノコのところ行っちゃうからな。でさらにスプリンクラーを設置して、ここら辺かな、ポンと。うん、ちょっとかぶっちゃってるけど、まあ一旦これでいいや。よし、これぐらいで、まあここも、うん、開拓しちゃって、でこの場所は一応コーヒー豆のところにしよっか。コーヒー豆コーナーにしちゃって、そうね、外でコーヒー豆あんまり今育てきれてないから、うん、一旦6個。明日からここも自動化だから手をかけなくても大丈夫と。さて、これで、あとはここは、ルバーブと。うん、まあ、ここだけはちょっとね、全自動じゃないから自分でねやらないといけないと。あ、なくなっちゃってる、枯れちゃったのかな。で種入れてお水あげてと。あとちょっとだけここら辺かな、ここと、どうかな、場所としては、あ、もう一個ずらさないとこっちだ。まあここら辺を自動化にして、さらにこの奥か、うん、これぐらいで一応自動化、まあほぼほぼ、うん、できるかなってところかな。よし、ちょっと変に耕しちゃったところあるから、そこだけはちょっと自動化じゃないので気をつけないとな。なるべく自動化のところにお水を、お水っていうか、まあ勝手に自動化してくれるから、初日だけはねちょっと面倒見ましょう。あとはもう放置でいいと。あ、足りないな、種がもっと必要だったかも。うん、で一応上までね拡張してと。これで一応温室、まあまあほぼほぼね自動化になってるはずだと。うん、さて、今日の収穫品、トウモロコシ、トマト、ホップと。うん、あ、トウモロコシね、取り忘れがあると。よし、これでひとまず OK。 ただまた作物がいっぱいになっちゃってるから一回しまわないとね。で今日はスライムハッチを設置したいから、まあそれ用にちょっとスペースを空けよう。でいらないもの、あ、もうちょっとルバブ、ビーツだったっけ、植えてた、うん、ビーツ植えよ。でコーヒー豆もちょっと植えちゃうか、さらに5個ぐらい、これぐらいあればいいかな、種足りるかな。で OK で、あと作物だね、ちょっと追加で収穫してしまったところ、トウモロコシ、トマト料理にするから一旦全部しまっておこう。うん、でホップもお酒にするからしまってと。あ、トマト、通常トマトしまいきれてなかった。よし、これで OK で、先に動物のお世話と。でお水もちょっとなくなってるから回収して、今日もね、ここ釣り餌のところね、まあ、ゴミとかか、タマキビ、カタツムリが取れると結構ありがたいところなんだけど、あとは、あ、トリュフね、いっぱいできてる、ありがとうね、ブタさん。今日はヤギさんは、トキの赤ちゃん、うん、取れる。ここにもトリュフだ。お、今日はヤギちゃん3匹取れる。一日どっかでずれちゃったかな。動物たちもね、ほんと世話するのね大変になってきてるからな、誰がどれやらっていうね感じになっちゃってるんだよね。上の方の牧草がなくなっちゃってきてるね。ひとまずちゃんと挨拶回りしてと。うん、で鶏、ロビンのとこ行けるかな今日。なんか木切ったりしないと、あ、もしかして鶏のひなが描いた、でもちょっと変かもって、黒い子でしょ、ミントちゃん、ミントって名前の人いる、人っていうか子いるよね、ミンちゃんにしよう。じゃあミンちゃん、ミンちゃん黒いんじゃない、
真っ黒だわやっぱり。あのボイドエッグっていうね貴重な、あやばいいっぱいだアイテム。なんか捨てるかな。もう取りに行くのめんどくさいもん、行ったり来たり。もうゴミ捨てちゃおう、たまには。いらない。卵卵と。いやーミンちゃんがね注意深く、まあ、見回ってると。これでねミンちゃんが成長すれば黒い卵ボイドエッグを作ってくれると。どうやらねそれがドワーフの好物らしいんだよね。だって売るとね高級品らしいっていう話だから楽しみだな。よかったミンちゃん。あとね深木があるのすっかり忘れてたっていうねこともあって、まあ、ここまでねちょっと遅れちゃったんだけど、深木のほんと空気感ね、もう深木がさあったんだけど普通にね買っちゃってたもんね、マーニーから新しい子くださいっつって。あヤギね、うん。で、トリフはオイルと。あとは一旦しまっておこうか、いらないところね。うーんこれぐらいでよしか。今日もうちょっと音質拡張かなと思ったけどちょっと時間ないな。あしまっておいて先に場所を確保した方がいいかもな。2時だもんね。ちょっと待ってねゴロちゃん。そうそうちょっと馬に乗って移動しよう。急いで移動してここここ。このスペース結構ね植えちゃったのよね。ここいらない木で牧草も切らないといけないからそこら辺全部終わらせてって感じか。カマカマとこっちに持ち替えて、もうここ全狩りです。ここら辺までもう全部ちょっとね仕方ないけど、これであとね置けるかだよね。一応ここの木のところまでが目安だったはずだから、まあそこまでちょっと刈り込んじゃってと。うんそうだね、ここまでね全部刈り込んで、いらないのここだ。で、種、うん、そして松明、うん、あここダメだ、こことこっちでしょ。あとはこの木も倒して、できればこの木も、やっぱちょっと時間がないな、4時だもんね。多分お店自体が5時ぐらいじゃないかな、ギリギリって感じ。あやば、体力が相当ない。よし急げ、4時20分ギリ間に合うかもしれん。早いところねお願いしておかないと、1日ずれ込むとまた計画を立てるのが。今日定休日じゃないよね、木曜日。なんか前木曜金曜あたりロビンのお店が定休日でしょぼんってなった気がしたんだけど、いける？4時40分まだギリギリ間に合いそう。あいけそう。4時50分、5時までだったらセーフで間に合いそう。あよかったセーフ。お待たせしました、場所作ってきました。言ってたやつね、スライムハッチお願いします。いやー楽しみだな。でこれで深木を作った方がいいね、スライムの。ここら辺ここら辺、あーちょっと場所が、そこがねこれなんか回転とかできないかな。ここに置きたいんだけどね、なんかそこ掘っちゃった跡があるせいで。あーどうしよう、ここちょうど置きたいんだよ。ここにここ置けないよね。どうしようかな、明日これが多分なければいけたんだよね。回転とかもできないもんねこれ。回転ね、回転できたらなんかねこっち置きじゃなくて縦置きとかできたけど、ここかな、ギリギリすり抜けられるかな、後ろとかも。ここでいいか。あそっか、これつが、あーマジかよこの穴ぼこ。まあそれかちょっと遠回りになっちゃうけど、ここかな。できればこの裏をね通っていきたかったんだけど仕方ない、一旦ここ。一応建築した後も位置変えられるからね、うん、スライムハッチを建てるとお願いします。でスライムハッチと合わせて建てないといけないのが、スライムを作るねなんかメーカーみたいなのがあるんだよね、スライムエッグプレス、うん、
これを作ろう。スライムのかけら100個でスライムの卵を1個作れると。ここだね。あと他に作るのはこのスライム用ふかきか。イリジウム2個行かなくちゃ。カリコ砂漠、今一応イリジウムの延べ棒って1本あるけど、あれスプリンクラー用とかなんか取ってたはずだけど1本足りない。明日からカリコ砂漠だな。ロビンには今週のプレゼントあげてるか。うん。さあ他の住民にプレゼントを渡しつつ、ちょっとこれスパイスベリー食べちゃう。お、結構回復した、よかった。であとはちょっとねマッシュルーム、あ、ペニーがいる、よかった。ペニー最近ねペニーに会えなかったから、ちゃんとね好きな人にはプレゼントと。どうぞ。ありがとう、これ大好きなの。うん、すごいね、ここが星マークになってるよ、ペニーの名前の上のところがね。よかった。まあ親密度マックスになってるからって感じか。マルさんへもどうぞ。これって、え、いいの、ゆずきしろ、すごい奇跡みたいと。マルさんもお喜びだ。マルもね意外と親密度上がってないんだよね、プレゼントちょいちょいしてるけど。マルはハートマーク2つか。あ、今日ジャスの誕生日だ、ジャスにプレゼントしないと。ジャスの家がマーニーのとこだったんだよね。チビちゃんたちいるかな。さてと、あ、ヘイリーだ、ヘイリーにもどうぞ。わあ、これ私に、ありがとう。ヘイリーは宝石好きだからね。まあ以前やってたセーブデータだとヘイリーを一応結婚相手にしようかなっていうので頑張ってたんだよね。今日はじゃあジャスにこのダイヤモンドプレゼントしよう。ちょっともったいないけど。あ、鍵かかっちゃってる、お店入れなくなってる。ジャスいないかな、こっち方面。あー、今日プレゼント渡したかったんだけど、もう戻っちゃったかな、お家に。いないもんね、ここら辺でたまに遊んでることもあるけど、特になしと。あとはまだ町にいると会えるんだけど、ジャス今日はスライムハッチの方に気を取られたせいで残念だな。マーニーのところ、あそこお店だからね、時間来ちゃうと入れないし、他の住民宅だと遅い時間とかだとね入れなくなるからね。そっか、いないかな。親密度結構上げることができたはずだったんだけど、図書館にもいない、鍵かかってるわ、完全いないね。エネルギーバーだ、エネルギーバー食べちゃうかな。ん、誰か出てきたな、クリントかな、どれ、誰が出てきた、あ、クリントだ。まあ今日もね居酒屋にクリント行くのかな。最近の日課はねあれだよね、ペールエールも渡してみようか、クリントさん、どうぞ。面白いプレゼントだなと。なんか微妙そうだよね、面白いプレゼントって。あ、チビちゃんだ、ただジャスがいないからやっぱり家帰っちゃったんだね、惜しかったな。今日結構いろいろやることが多かったからな。ひとまず、こちらと、今日はね珍しいもの、あ、アイスクリームだ、買っちゃおう。あ、間違えた、コーヒーまで買っちゃった。あ、でもスピード上がるんだ、コーヒーちょっと毎日飲んでもいいかもな。コーヒーのレシピさえあれば自分でも作れるようになるんだけど、だから今ね結構量産してるんだよね、コーヒー豆ね。まあ10個ぐらい買っとこっか、お金あるし。あと他にはエミリー、あ、今週のプレゼントまだか。じゃあエミリーに、あとこれね、トッパーズだったっけ、こんなプレゼントうっとりしちゃう、本当にありがとう、いいよ。でパムとガス、パムは今週終わってて、ガスがいけてないと。じゃあガスどうぞ、エルエル、おありがとう、もらっていいのかいと。居酒屋だからなんか料理の方が喜ぶかな。であとはシェーン、あ、今週シェーンにプレゼントもう渡してたか。でクリントが来たと。うん、まあ一旦今日はちょっと取り急ぎでスライムハッチの方も計画したけど、スライムハッチね出来上がってからあれだね、深木とか作らないとだから、まあ、明日かな、明日からまたカリコ砂漠に行ってちょっとね敵を倒しては、イリジウムの延べ棒を作れるように鉱石をねしっかり入手していこう。うん、これぐらい
そうだ、まだちょっとアイテム持てるんだったら、たまには石切り場、うん、玉肉豚と鉱石がここできてることあるから、今週というか今日は特にできてないか。よいしょっと、ひとまず壊すとこ壊して、あ、道が、あ、できてる、よかった、鉄だ。であとはね、お金も結構いっぱいあるんだったら、時間を見てはアップグレードだね、してもいいかも。まあ、斧とかはアップグレードしてもいいんじゃないかな。今だと結構ね、切ってるんだけど、木の方をね、切ったりしてるんだけど、まあ、別にそんな急ぎじゃないしね、今だと。アップグレードして楽に木が倒せるようになるんだったら、もうちょっと2、3日ね、使えなくなるけど、アップグレードしていくのもありかも。あ、そうだ。ギルドの討伐数何か達成してたはず。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。